日本時価総額ランキング1位のトヨタも危うくなってきました。というのもですね、実は最近株価大暴落が迫ってるんじゃないかと考えられることが起こってるんですね。2020年に中国からとあるウイルスがやってきて、日本だけではなく世界中を狂わせた、まだ記憶に新しい出来事だと思います。あの時と同じようなことが起きた場合、金融資産の価値はまた大暴落してしまうかもしれません。そこで皆さんに一つ提案があります。何が起きてもおかしくないこの先行き不透明な世の中で、本当に安全だと言える資産は何なのか、一緒に考えていきませんか。どうもコイン投資のにあやまんです。最近特に株式に投資する人が増えています。確かに日経平均株価も絶賛最高騰中で、史上最高値を連日のように更新しております。しかもアメリカではニューヨークダウが39,000ドル、史上最高値を更新しました。実際に日本でも25歳から69歳の方を対象にしたアンケートによると、2009年から2021年にかけて株式投資をしている人の割合が約 4% も増えてるんです。この動画を見てくれている方の中にも、今は株高で金融市場が絶好調だから人気の株でも買っておこうかなと考えている方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。でもそれって本当に賢明な判断ですか？あの2020年に金融市場が大暴落した出来事は皆さんの頭にも鮮明に残ってるはずです。あの時痛い目見た方たくさんいらっしゃるかもしれません。皆さんは同じ鉄を踏みたいですか？このままだとあのような大混乱がまた起こった時に受けるダメージが大きくなってしまうかもしれません。だからこそ経済状況に左右されにくい安全な資産を持つことが非常に大切になります。まさにそれが実物資産なんですね。実際に僕の周りを見てみると、投資家や富裕層の間では株式や債券のような金融資産を金や芸術品などの実物資産に変える動きがどんどん出てきています。とはいえ、どんな実物資産に投資をすればいいのと思った方も多いんじゃないでしょうか。そのような方々のために、今回は先行き不透明なこの現代にどう向き合ってどんな実物資産を選べばいいのか、皆さんにお伝えしていきます。将来への漠然とした不安がある、今から賢い選択をしておきたい、そう考えている方はぜひ最後までご覧ください。そもそも2020年に世界中を大混乱の渦に巻き込んだ経済危機が金融界にどのような影響を及ぼしたのか、ご存知でしょうか？ここを理解していないと、これからどんなリスクが待っているのか、なかなかイメージしにくいですよね。そのため、まずはまだ記憶にも新しい過去の出来事から読み解いていきましょう。この表を見てもらえればすぐにわかると思いますが、2020年2月を境に株価は大暴落しています。そうです。この頃に中国からとあるウイルスがやってきて、世界中に広がってしまったからですよね。まあそのせいでといってはなんですが、中には企業の利益が 98% も減少してしまい、最終的には倒産に至るケースも多数ありました。あのウイルス関連で経営破綻した企業数、なんと3000件以上。皆さんの家の周りでも実際に閉店してしまった飲食店や倒産してしまった会社があったんじゃないでしょうか。実際に僕も会社やお店を何個かやってるので、非常に怖い思いをしたのは事実です。それに航空業界も大きなダメージを受けてしまいましたよね。皆さんご存知の JAL、ANA は、大手航空会社はですね、売上は約1兆5000億円から5000億円まで落ち込み、なんと3分の1まで低迷したんです。ただここまでの話を聞いた上で、それは過去の話で、今はね、まあ、景気も回復して株価も絶好調ですよと、金融資産を買うなら今じゃないのと思った方もいらっしゃるかもしれません。
実際先ほど紹介した JAL や ANA も2023年8月の発表によると4年ぶりに黒字転換するなど景気はどんどん回復に向かっているように見えます。でも数年前の経済危機をただの過去の出来事として捉えてはいけません。というのもですね、まさにあの大混乱がまた起こるのではないかと思わされるような出来事が次々に起きているんです。例えば例の予防注射を急ピッチで進めていたり、まあ米国疾病予防管理センターが東京に事務所を設立しました。しかも接種にかかる費用は今年度から自己負担になって1回あたり7000円が必要になります。正直かなり高いですよね。でももし海外渡航飲食店で制限をかけられているのであれば、注射を打つ人もそれなりに増えると考えられますよね。ちなみに僕ももしそうなったら仕事や交友関係にも支障が出るので、まあ、打とうかなって思ってるんですけど、皆さんならどうしますか？ぜひコメント欄で教えてくださいね。まあ、僕は先端恐怖症なので絶対に注射自体打ちたくないんだけどね。まあまたね、他にもコメント欄では皆さんからのご質問をいつでもお待ちしております。お気軽にご連絡ください。では話を戻すんですけど、例の予防注射を打つ人が増えたら、正直それだけ製薬会社、製造会社は儲かりますよね。例えば世界中でそれを必要とする人がどんどん増えれば、その分とんでもない金額を稼ぐことができます。ちなみに皆さんはファイザー社の2021年の売上はどれぐらいだと思いますか？10億円、100億円、そんなレベルではございません。なんとその額 4.2 兆円。しかもその売上の約8割があの例の注射なんですね。つまり世界がそれを必要とする状況になった状態になった。製造会社はウハウハでございますよね。ってね、なっちゃってますわ。で、実際に3年前のウイルスは研究所から漏れたことによって世界に蔓延してしまったのはっていう意見もありますけどね。では、お注射の製造で儲けたい国、会社はどうするのか。この先はもちろん皆さんのご想像にお任せしますよ。ただ僕は陰謀論とかそんな話をしたいわけではございません。実際に裏で何が起きているのか、真実は誰にもわからないし、何が起きてもおかしくない世の中になってきているのは事実ですね。もしまた同じようなことが起きたら、わずか2ヶ月で 30% も下落した2020年の株価大暴落の二の舞になってしまうことは間違いないでしょう。つまり金融資産の価値は一気に落ちてしまいます。ではなんでそこまで言い切れるのかというと、世界の経済に悪影響を与えるリスクイベントが発生すると経済の先行きに対する不透明感が高まり、その結果投資家たちが不安になってしまうんですね。例えば皆さんも2001年に発生したアメリカ同時多発テロをご存知かと思います。この事件が発生したのは9月で、その後2ヶ月間は世界的な株安状態。そこでいち早く将来のリスクを感じ取った投資家たちは、保有する株をどんどん売却してしまいました。そしてその行動自体が別の投資家の不安心理を煽ってしまうというのも、人間には得をすることよりも損をすることを避ける傾向にある、損失回避性という法則があります。損失回避バイアスってやつですね。だからこそ株で儲ける可能性よりも売りの傾向が広がることによって自分が損してしまう方がストレスにつながるんですね。こうなってしまうと売りの連鎖が起こってしまい、最終的には世界中の株価大暴落につながります。例えば1929年のウォール街大暴落もそのうちの一つです。当時1920年代は欧米諸国の経済が工業生産の増加に伴って力強く成長していました。ニューヨーク証券取引所の株価は約 300% 上昇していたので、この状況を見た強欲な投資家たちは、株式を売買すればもっと多くの利益が得られるようになるんじゃないかと考えるようになったんですね。300% ってすごい数字ですよね。結果、株式市場に多くの資金が流入したことによって、株式への投資は投機と同じ状況になってしまいました。まあ、投機とはざっくり言うと、不確実だが、たれば利益の大きいことを狙う行為になるんですね。一方で、その分リスクも大きい、かなりギャンブルチックな方法でございます。
つまり当時の株式市場には多くの資金が流入したものの非常に一時的な現象でした。そして来たる10月の24日、ウォール街の証券取引所で1280万株の株式が売りに出されるんです。その膨大な売りにより株価は大暴落。そして売りが売りを呼び、米国の株式市場は 41.22ドルという過去最悪値まで大暴落していったんですね。この時のことを暗黒の木曜日と言います。はい、この出来事をきっかけに世界大恐慌が始まったんですね。また一度こんなことが起こると株高米国一強の時代は一瞬で崩れます。このように金融資産にはこれだけのリスクがあるんです。ここまで聞くと株式投資もゴールデンタイムなんて言ってられませんよね。動画の冒頭でもお伝えした今は実物資産に変えるべきだっていう理由、お分かりいただけましたでしょうか。金融資産が危ないのは分かったけど、実物資産の中でも何を選んだらいいの？このように感じた方も多いのではないでしょうか。確かに不動産やら金投資やらで、一口に実物資産って言っても色々ありますよね。でもやっぱり一番おすすめなのはアンティークコイン。アンティークコインは何と言っても世界的な不況であっても左右されにくい実物資産です。実際に2020年以降の株価は大暴落したものの、アンティークコインは価値が上昇し続けてるんですね。ただこれは金や銀など他の実物資産も同じなんですね。じゃあアンティークコインの一番の魅力はどこなのかっていう価値の付けられ方にあります。どういうことかと言いますと、素材に依存してないので歴史やデザイン、文化などが付加価値として加わるんです。しかも投資家だけではなくて歴史好きのコレクターや美術品に興味を持っている人もこぞって集めたがるので、いいものであれば値段がどんどんと上がっていきます。例えばこのナポレオン3世の100フラン金貨というコインもまさにそうです。ナポレオンは歴史に名を残した偉大な人物なので彼のファンがたくさんいます。僕もナポレオンは大好きでございます。世界中のファンが今紹介したようなナポレオンにまつわるコインを手に入れようとします。そうなると自然と値段が上がっていくのは想像できますよね。ちなみにこちらのコインは2015年当時283万円だったんですが、2023年にはその 2.9 倍の826万円まで値上がりしてるんですね。もちろんこれを聞いてわかるように、あのウイルス時代を乗り越えて価値を高め続けています。それにアンティークコインは投資目的の方もたくさんいるんですが、シンプルにコインをコレクションしている人も多く世界中にいるんです。ちなみに僕も一コレクターであり一投資家の立場です。要するにコイン大好きマンといったところですね。すごくダサい表現はい、まあ冗談はねさておき、まあ、世界情勢や金融危機に左右されることもないし、素材の価値に依存していない、とてもとても珍しい投資対象になってるんです。金融資産はかなりリスクが大きく世界情勢にも左右されるので、アンティークコインに置き換えるだけで手堅く資産を守ることができるんですね。ちなみに今公式 LINE を追加してくださった方には、先ほどご紹介した金貨のような歴史性がありかつ大きく値上がりしたコインをまとめた PDF をプレゼントしております。気になる方は概要欄からお友達を追加してみて、ぜひ受け取ってみてください。他にもこちらの動画では最近流行りの新ニーサの危険性や値崩れしにくい動物コインを5枚ご紹介してます。まだチェックしてない方は必ずこの後見てくださいね。あとはあのウイルスが大流行した最中においても着実に価値を高め続けていた金貨銀貨銅貨シリーズをご準備していますので、ぜひ気になる方はご覧ください。ただそうは言っても初心者の方だとなかなかどんなコインをね買えばいいのかもわからないよという方も多いと思います。それにどのコインが過去にどれぐらいで取引されていてどれぐらいの価格だから今は買いだなと決断するためにも市場調査が必ず必要になります。でもその市場調査をしてみると英語やスペイン語やフランス語などなど言語の壁がどうしても立ちふさがり非常に難しいんですよね。そして聞いたところによるとなかなか他のところでは大
対応してくれないところが多いみたいです。ティリリ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 ティティ、まあもちろん大変なので気持ちは重々わかります。概要欄にある僕の公式 LINE に直接ご連絡いただければ、早間自らが丁寧に市場調査をさせていただきます。やはり声かけていただいたからには、その人その人に合わせた予算や好みなどを細かくヒアリングして、誰も損することなく資産を大きく増やせるようなアドバイスをさせていただきたいなというふうに常日頃思ってます。徹夜してでも調べる勢いなので、ぜひご連絡ください。もうね、これやってるともうずっとやっちゃうんですよね。まあそれにね、実は今、コイン投資を始めたい初心者の方に向けて、世界中のアンティークコインのレコードをチャート化したシステムを開発してるんです。コインの名前や情報、番号などを入力するだけで、簡単に過去の取引情報を見ることができる優れものなんですね。これ正直やばくないですか？やっぱりアンティークコインの現物資産、まあ海外もそうなんですけど、チャートがないから分かりにくいじゃないですか。それをね、全世界ですよ、全世界にないんですよ。それを初めてですね、オークションにおける全ての取引が瞬時に分かってしまう、まさにコイン業界を揺るがす革命と言っても過言ではありませんね。早くリリースしたくてうずうずしてます。もしかしたらリリース一番初めアメリカからリリースするかもしれないんですが、まあまたねタイミングを追って、皆さんにご報告したいと思います。まあそのね制作状況なども随時公式 LINE の方で報告していこうかなと思ってますので、ぜひ気になる方は LINE に追加してその連絡もお待ちくださいませ。とここまでコインについていろいろ話してきたんですが、僕もね元からこんなにコインの知識があったわけではありません。当時アンティークコインに出会う前までは金融のコンサルティングの会社をやっていましたから、まあそこで投資家の方から手堅い現物のなんか資産ないのと聞かれていろいろ調べることになって、先輩がアンティークコインっていいんだぜとそれで教えてもらったというね経緯背景があります。まあなんといっても懐かしいですね。もう10年以上前か。懐かしいな。でそこで自分も実際に600万円ぐらいを投資して、32ヶ月ほどで6804万円かに資産を増やすことに成功しております。ただまあ投資の面だけではなくて、コインの芸術性とか歴史性をね深く知っていくことでコインへの愛情がもっともっと深くなりました。そしてもうすでにね2000万以上のコインを集めていく中で、周りからですね、いいコインがあればぜひ譲ってほしいよというご相談を受けてですね、まあそういうことが増えたというわけでした。でそのためほんのわずかな手数料をいただいて、今ディーラーのような立ち位置に収まっておりますと。ここまでこの動画を見てくださった皆さんには、必ず人生を大きく好転させてくれるような素敵なコインに出会っていただきたいと思います。そこでこの動画下の概要欄から公式 LINE を追加してくださった方には、特別に7つのプレゼントをご準備しました。その内容がこちらなんですが、これからアンティークコインについて勉強してみようかなっていう方の中には、特にね徹底解説した電子書籍をおすすめしてるんです。はい、15分で読めるんで手軽に移動しながらねぜひ読んでいただきたい。また金融出身の現物投資家として、他の投資も合わせるともかれこれ20年以上投資に携わっております。その僕が公式 LINE で直接ポートフォリオの相談も受け付けておりまして、最近では毎月5件10件20件とお問い合わせをいただいている状況でございます。ちなみにそれもあって、この間は福岡から東京までトンボ帰りでお話を聞きに行って、感謝の言葉をいただきました。嬉しいですね。この早間全国どこでも飛んでいきますので、少しでもご不安だなという思いがあればね、遠慮なくお声掛けをくださいませ。この YouTube チャンネルでも引き続きアンティークコイン投資で初心者が絶対に負けない方法やコインの最新情報をお届けしますので、チャンネル登録をお願いいたします。定期的にライブ配信も行っているので、ぜひ遊びに来てください。それじゃあ、おやすみ。